思い出のガンプラキットレビュー集。機動武闘伝 G ガンダム。マスターガンダム。マスターガンダムとは、アニメ、機動武闘伝 G ガンダムに登場する、ある意味、最強のガンダムである、言わずと知れた、東方不敗、マスターアジアがカルモビルファイターなのだー。生身でモビルスーツを破壊しまくった、東方不敗のチートな格闘能力に加え、デビルガンダム細胞でできてるんで、とんでもない再生能力まで持ってる素敵な機体だよ。背部の可動式のアーマーがかっこよく、これをマントのように展開させた姿に痺れたものなんだ。武器は持ってないんだけど、流派東方不敗の技を使えるんで、攻撃力は問題なしなのさ。アニメ本編でも大暴れしたんだけど、最近のガンダムゲームでも最強の機体の一角として君臨している、いわゆる、魔王さんなのですよ。このチートっぷりは、思えばスパロボ F の完結編から始まったんだよね。ランタオ島での最終決戦は、ファンの間では語り草ですぜ。ある意味、ここで G ガンダムの最終回でもよかった、っていうファンも多いくらいだよ。後のシナリオにも見どころは多いんだけど、最後があれだからね。長く続くのは嬉しいけど、漫画版みたいに、後付け設定がついちゃうのも考えものだよね。東方不敗とは、G ガンダムの主人公、ドモンカッシュの師匠である。つまり、先代のキングオブハートなのだー。ガンダムの世界で師匠といえば、間違いなくこの人のことなんだよね。第12回ガンダムファイトの覇者、流派東方不敗の創設者。いろんな意味で、ガンダム作品中最強の男と言われてるおっさんなのだー。なんか、嫌なオーラが漂い出していた G ガンダムにカツを入れ、熱い男の拳の世界で、お茶の間を魅了した人物なのさ。もうちょっと登場が遅かったら、G ガンダムもヤバかったとも噂される。G ガンダムの救世主、というか、魂そのものなのだー。結構破天荒な人物なんだけど、弟子のドモンにはめちゃくちゃ甘かったんだよね。劇中でも、師弟愛を感じさせるシーンがめちゃ多いよ。濃いシーンや熱いシーンが多いんで、このおっさんの登場する回は、アニメでもゲームでも、すんげー疲れるんだよねー。とにかくキャラが立ちまくってるおっさんなんで、本放送以後、CD ドラマやゲーム、漫画などでもいじられまくり、ガンダムウィングのディオやウフェイ、レイズナーのエイジなど、変なネタのシーンが多いわけですよ。でもねー、東方先生にいじられたキャラは、再認識される場合が多いんで、ある意味、ありがたい存在でもあるんだよねー。語るべきことが多すぎるキャラなんだけど、地雷に触れる前にやめとくのが吉だよねー。興味がある人は、DVD を見ようね。キットの値段は500円。コレクションサイズのスタンダードなキットだったのさ。シンプルなパーツ構成なんでとにかく丈夫。ポリ製のパーツが相変わらずむき出しなんだけど、当時としてはこれもありだったわけなんだ。この頃のガキンチョは、このキットをガシガシぶつけて遊んでいたわけで、ある意味これは、正しいガンプラの遊び方だよねー。ファーストの頃もそうだったしねー。ようやく、バンダイさんの悲願だった、ガキンチョのファン層の獲得に成功したわけですよ。川口名人も、かなり思い入れのある作品だって言ってたしねー。改造派の定番の改造といえば、やはり、イメージが全然違う頭部の改造だよねー。当時も、結構回収記事があったものなのさ。関節の可動範囲自体が狭いんで、劇中のようなポーズを取らせることは、まずできないぜ。ポーズを決めて固定モデルにするのも、一つの解決方法だったものだよ。まあ、すごい人気なわけなんだし、100分の1キットや、60分の1キットが出るのは間違いないとみんな思っていたわけなのですよ。60分の1キット、出なかったんだよねー。